突然なんですけれども、近畿で有名な武将といえば、そう、南光さんですよね。こちらをご覧ください。楠木正成。南光さんといえば、大阪は四条川邸、河内長野、そして神戸の宮古川神社、それから奈良と、このように南光さんゆかりの地は近畿各所にございます。そして今、南光さんを大河ドラマにという動きがあることを皆さんご存知でしょうか。もしこれが実現すれば、南光さんゆかりの関心を多く愛でるこの銀会がクローズアップされるかもしれませんよね。期待したいところです。さあ、それでは in 大阪青年部の最後を飾るにふさわしい南光さんの漢詩、来西洋作桜井決裂を青年部の女性部員が吟じます。